はい、皆さんこんにちは。ライフイズストレンジ続きやっていきたいと思います。カタリールームのカタリーです。誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。さて、過去に戻ってきました。ちょうど今、マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、めちゃくちゃな1週間の始まりに、もう誰にもクロエを傷つけさせない。広く普及し、現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。みんな呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素で、もうエピソード5に入りまして、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反応。終わらせたくないような気分になってるんですけど、さてどれを選ぼうか。そしてマックスの声ね、ちょっと癒されております。捉えるなんて悪趣味。正解はダゲレオタイプだよね。だけどどれにしたらいいんだろう。こんな授業、先生は偽善者です。ダゲレオタイプです。彼は誰かみたいな偽善者じゃなかった。ああ、どういう意味かな。ただモデルの写真を撮るだけで芸術家ぶる人もいるってことです。何を言いたいのかよくわからないが、とにかくダゲレオタイプは銀板写真とも呼ばれている。人物の顔を鮮明に写し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。マックスは随分じっくり読んできたみたいだな。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。あんな未来は嫌だ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて。まずはジェファソンがすぐに捕まるようにしよう。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。最低。デビッドにジェファソンと暗室のことを言わなきゃ。まさか私の自撮りが時空を曲げるきっかけになるなんて。これが全部終わった後もまだ写真を好きでいられるかな。君は筋がいいか。ムカつく。カバンを調べる。学校のパンフレット、デイビッドの番号が記載されてるはず。ジェファソン、あった。デイビッド・マゾセン。これメモった方がいいのかな。ちょっとわかんないんでメモりますね。555-630-8243。555-630-8243。で、携帯電話かな。デイビッド、今回だけは切れてくれることに期待してるよ。早くあいつを捕まえて。無理じゃないかな、そんなすぐには。犯人はマーク・ジェファソンです。どうか止めてください。何が日常ヒーローコンテストよ。サンフランシスコになんか行かせない。こんなやつ刑務所でも贅沢なくらいだよ。ここは過去の中の過去。私の力これ以上持つのかな。鼻血が出てる。ケイト、私のことはどうでもいい。ケイト、生きててくれて嬉しい。ケイト。マックス。ケイト、聞いて。何？その、何があってもケイトは一人じゃないって伝えたくて。私はいつだって味方だよ。
私だけじゃない。他にもたくさんの人があなたを大切に思ってる。そのことを忘れないでね。マックス、今週初めて明るい光が見えた気がする。私、なんて言ったら。何も言わないで。ただ、ハグすればいいんじゃないかな。ありがとう。マックスがいてくれれば安心だよ。さて、どうしますかね。タブレット使って高級品を持ってるからって自分を特別だと思わないで。今度はケイトを傷つけたりさせない。使ってもあれか。高級品を持ってるからって自分を特別だと思わないで。今度はケイトを傷つけたりさせない。ビクトリア、友達になれたかもね。暇。マックスに興味があるんだ、この頃から。やっぱりレイチェル、ごめんね。レイチェルは元に戻せないのか。写真を渡す。よくも普通にしてられるね。すぐに正体をバラしてやるから。ビクトリア、そんな奴の隣に立たないで。最近ちょっとカメラとか見てみたいな、向こうの。見るだけか。今すぐ壊してやりたい。壊せるかと思ったんだけどね。じゃあちょっと写真渡してみましょうか。先生、話があります。ちょっと割り込まないでくれる。大した用事もないくせに。後にしてよ。何ですって。おっと、強い。まあまあ、マックス、どうした。ビクトリア、自分は匿名の隠れ蓑を着て人の動画をネット上にばらまくなんて卑怯だよ。ほんの悪ふざけのつもりでも、それが人の人生を壊すこともあるの。そんなことして楽しい？自分が何をしてるかもっとちゃんと考えてみなよ。何？私はそんな。自分に自信がないから、どれだけ才能があっても満足できない。周りの人を引きずり下ろさないと気が済まないんでしょ。あなた、すごいな、マックス。何様のつもり？本当だ。先生、何とか言ってください。僕に振られても困ったな。何なの。私もう行きますね。そうしたら。で？いや、まさに正論だったが、一体どうしたんだ？これ、日常ヒーローコンテストの課題です。お、課題を提出した。どんな写真？ありがとう。いえ、先生のためじゃないんで。ああ、うん。評価はまた改めてするが、提出してくれて嬉しいよ。この学校にとってもいいことだからね。恐怖を克服して作品を世に出すことがアーティストとしての第一歩だ。大事なのは無垢であること。無垢であること。そう思わないかい？思いません。ああ。とにかくよかった。ちょっと先生の様子が違いますね。金曜日には先生と一緒にサンフランシスコに行けるかもしれないな。そんな、うまくいきませんよ。謙遜しなくていい。何が起きても不思議じゃないんだ。ええ、そうかもしれませんね。この時点ではもうレイチェルは亡くなっちゃってるんだもんね。あ、これも亡くなってるの？変わった。お、捕まってますね、二人とも。飛び降りるのもなかった。こ
これレイチェルでしょ。なんか表彰されたのかな。クロエが亡くなったのも亡くなって。全てうまくいった。で、自分が取られたシーンもなくなった。タクシーどこになった。飛行機サンフランシスコに行ってんのか。大丈夫。ここは飛行機。なぜ飛行機に乗ってる。校長先生じゃないか隣にのは。今度こそうまくいったよね。地元の教師逮捕。よかった。新しい世界がどうなったのか分かんないんだもんね。クロエ、生きてる。生きてるんだ。でもこの飛行機落ちちゃったりしないの。大丈夫。なんかちょっと心配。まだ操作できませんね。さて、操作できるようになった。いろんな現実の狭間にいて変な感じ。全てがぼやけて遠くにある。サンフラン楽しみだな。サンフランなんて呼ぶやついないから。アーティストって呼ばれて悪い気はしないな。ジェファソンとプレスコット家の終わりの始まり。クジラ、月が2つ見えた。その後だね。スキャンダルを発見。デイビッド・マザー選手から提供された情報をもとに。デイビッド、いい役になっちゃってね。マーク・ジェファーソン先生と生徒のネイサン・プレスコットが薬物を使用して、若い女性を誘拐し写真を撮影していた地下室を発見しました。女性たちには薬物以外の暴行を受けた形跡はないものの、この不気味な事件の発覚はアルカディアベイの町に衝撃を与えたようです。暗室と呼ばれる最新機材が揃ったスタジオは、地元の有力な起業家ショーン・プレスコット氏の所有する農場の敷地内にあり、プレスコット氏は現在警察に事情を聴かれている。なるほど。うわ、ホットドッグマン超久しぶり。昔クロエといつも見ててゲームもやったな。あの頃は良かった。サンフランシスコまでもうすぐ。緊張するけどやっぱり楽しみ。シートベルトをお締めになり、着陸後ゲートに着くまで電子機器のご使用はお控えください。まもなく着陸に向け降下を開始します。なんかサンフランシスコの天気は晴れ、気温は15度です。本日はパシフィックウエスト航空をご利用いただき誠にありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。まったく、こんな狭い座席にずっと座っているくらいなら車で行った方がマシだよ。ウェルズ校長にはいい息抜きかもね。今週は後始末で大変だったはずだし。よく眠れました？いびきはうるさくなかったかね？少しだけ。そいつは申し訳ない。だがジェファソンとプレスコットの件で今週は大変だった。君も分かってくれると思うが、いろいろあってね。もちろん分かってます。日常ヒーローコンテストで我が校を代表する君に聞かせる話ではなかったかな。私が一緒では楽しめないかもしれないが、サンフランシスコで素晴らしい経験ができるよう願っているよ。はい、今から
楽しみです。なんだろう、全てが丸く収まったはずなのに、このやだまだ続いてて、また鼻血、これ以上負担をかけたら私どうなっちゃうの。あれ、これはなくなって、ああ無事に着いたみたいですね。ということでセーブ入ったので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この後どうなるのか、まあ、このまま丸く終わらないような気がするんですけど、いかがなものでしょうか。どうなんでしょうね。とりあえずうまくいったっぽいんですけど、マルチエンディングらしいのでね、このゲームいくつかのエンディングがあるみたいです。ということでね、本日は最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。マックスの鼻血が気になりますが、次回どうなるでしょうか。素敵な街ですね。こんなに大きなギャラ